おはようございます。釣り子 TV です、冬のストーブリグお家で工作しようかなっていうことで、今日はですね、冬の時期にね、結構聞くことがあって大好きなですね、このアラバマリグ、これはねマンズの元祖アラバマリグですけども、これをね、手作りで作っていこうかなっていうことで、まあワイヤーを使って束ねてですね、それでもって溶接して、作るっていう感じですよね。でまあいろいろネットとかで調べて、こんなやり方いいんじゃないかななんていうのを参考にですね、実際に自分で作っていこうかなと、こういった、動画になっております。で準備したのはまあこういう感じで、ハンダですよね。まあちょっとしたこうハンダ付けをするために、でステンレスをハンダ付けするから、これねステンレス用のね、ハンダ準備して、でポイントなんですけども、このステンレスをねハンダするときに、こういうステンレス用フラックスっていうのがいるんですよね、これをちょちょーんとね、これ液体なんですけども、つけることによって、強力にねハンダすることができるっていうことで、まあこんなところを準備して、あとはですね、まあこうちょっとパイプであったりとか、水ベルですね、水ベル準備したり、で今回ですね、線形はいろいろワイヤーあるんですけども、これね1ミリのもの、これを使ってね作ってみようかなというふうに考えております。じゃあね早速工作していきたいと思いますけども、アラバマリグといえば、まあ5本ぐらいねこうワイヤーが出てるって印象なので、これを折り曲げることによって、まず周りの4本はできますよね。で、真ん中にちょっと長めのやつが1本あるのかなっていうことで、このね真ん中のやつが少し長いんですよね。ということで、まあなんとなく結構ね雑な工作になりますけども、これで長さを見て、ここら辺かなね、グリッとグリッと曲げていくね。あとで長さの方はね微調整すればいいかなと思ってるんで、まあこれグリグリッとね曲げていって、はい、もうね早速これで、4本はできましたよね。で1本長くして、あと長さを整形して、だからそっか、だからあと1本準備して、こんなもんかな、こんなもんかなっていうあたりで、あたりをつけて曲げて、切る。はい、これでまず5本のバネ線はできましたねっていうところで、これね1ミリのものを束ねるのに程よいんじゃないのっていうのがね、これねホームセンターで買ってきたんですけども、ですね内径が3ミリほどあるアルミパイプですね、これが全部入ればいいかなっていうことで、あ、ちょうど良さそうですね、こんな感じなので、これをねこうちょっとグリグリっと切ってね、こんなもんかな。結構ねアルミパイプってこう簡単にカッターナイフとかで切れるんで、こういう工作ものにはね便利。はい、こんな感じでね、パイプができました。ほいでもってこの作ったですね、作ったというかまあ折り曲げただけですけど、I になるところがこうだから、ちょっともっこりした感じにして、ね、これで突っぽ抜けないでしょう。でこの中に全部通していって、まあ、こんな感じでね作ってますね。
まあ、ここら辺はね、最後こう P ラインとかでぐるぐる巻きにして、それでもってこう隠してね、でエポキシで固めていく予定なので、まあ、そんなにね、ちょっと見た目があれじゃないかっていうのでもあんまり気にしないで、ここなんかちょっと引っかかってればいいかななんていう感じですね。で、これですね、これも準備していきましょうね。これね、このセット1個持っていくと、よくヘルターツイスターなんかの合法アラバマーみたいなね、チューニングとかもねできるようになっちゃうし、あとは、フロッグとかをチューニングする時とかも、まあ、ステンレスね、鉛じゃなくてステンレスちょっと、くっつけたいなみたいな感じの時とか非常に役に立つんで、何かと持っておくと便利です。で、ハンダの方もですね、ステンレスつなげるよっていう時はこういうステンレス用のハンダっていうのがホームセンターとかで売ってますんでね、まあ、ここら辺も、持っておくとですね、非常に、まあ、ちょっとしたチューニングとかするときとかにね、便利なので、まあ、こんな感じですね。ハンダにね、火が灯りましたって、煙がなんか出てきてくる、大丈夫かな。はい、ハンダ付け完了。まあこれでちょっとやそっとじゃね、バラバラにはならない感じじゃないかななんていうふうに思いますよ。はい、でこんな感じまでいったら、これね P ラインですね、 P ラインをぐりぐり巻いてですね、頭を作っていこうかなっていうことで、最後はねエポキシで固めちゃうんですけども、ここは P ラインじゃなくてもタコ糸とかでも何でもいいと思うんですけど、まあこんな感じでいいかな。でエンドノットしといて、まあここも最終的にはエポキシで固めちゃうんで、そんなにね念入りにやらないでも大丈夫だと思いますけども、はい、ここまでは完成です。あとはねこの後ろのところを任意の長さに切って丸めてっていう感じですね。エポキシで固めるのは時間かかるからね、ちょっと、最後の方にしますかね。でなんとなくどれをどうするかあたりをつけておいて、真ん中の1本だけちょっと長めにしといてね、だいぶアラバマらしくなってきたでしょう。でここでね、愛を丸めるのにこういう専用の丸めやすいやつがあると便利。はい、なんとなくアラババらしくなってきました。おいで、今回はねこういうパワーステンスイベルっていうのね、これにしてみようかな。はい、こんな感じでくっつけて、そしたらまたハンダ付けですね。まあ隙間をちょっと小さめに組んでおいて、
こんな感じでね、全部の愛が溶接できましたよとね。まあまあこれでもう、完成。はい、こんな感じね。あると何かと便利、ボンド E セット90ですね、うん、これで頭の周りをちょっとコーティングしておこうかなっていうふうに思いますよ。同じ量ずつね、出します。目測で、この2つが混ぜ合わさると固まりますよっていうことで、ちょっとした修理とかにも使えるからね。はい、2つ出してね、で爪楊枝等でこうグリ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 よく混ぜる。で混ぜたのをコーティング、ね、はい、エポキシでね、コーティングしました。じゃあこれでね、しばらくね、固めておきたいと思います。はい、というわけで完成しましたね。エポキシが固まって、そんでもって、後ろの方の溶接もしてっていう感じでね、こんな感じで、あとは釣り場に行って任意のワームをつけてね、それで投げるっていう感じですけども、まあこんな感じで完成。ほいでもってちょっとね、針金が余ってたんで、まあせっかくねハンダとかも出してたんで、こんな感じでね、針金がある分ね量産しとこうと思ってね、これはそうですね、ここをまあ溶接して、で P ラインでぐるぐる巻いてっていうところまでやってっていうね、まあこんな感じでね、まあ作れる時に作っておこうっていう感じでね、準備してみましたよ。でまあいろいろなね、余った番線の長さでこういろいろな長さをねちょっと準備してみたんですけども、引き続いてまあこれの方のね仕上げの方もしていこうかななんていう感じでね、まあ基本は周り4本の真ん中1本っていうね、形を、踏襲しております。まあここでまあ自分で作るからね、7本仕様にしたり、はたまた、ブレードをつけてみたりとか、重りつけてみたりとか、いろいろなね、調整ができると思いますが、はい、もうね番線切りでね、一気にね仕上げていっちゃおうと思います。まあ一番短い長さに、揃えてやるのがいいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、はい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 、バチッとねこう番線切りがあればね、一気に作業が進むよっていうところで、これまあ長いところの残しとこうかな。で、はい、きたーとね、よいしょ、はい、はい、長さが整いました。こんな感じね、どんな感じだよって感じですが、はいはい、でこの切れたねやつも取っておくと、そのちょっとしたこういう小さいパーツとかもね、補強に使えたりするんで、その穴のスペースを埋めたりとかね、全部取っておくといいですよ。でそうだな、今日は愛を作るところまでどんどんやっちゃいますかね。はい、細かいね作業が続きましたが、スナップつけましたよ。じゃあこっからね、このスナップをつけたところをちょいちょいとねハンダ付けして、強度を増していきたいと思います。
はい、ハンダ付け作業終わり、まあうまくいったところもあればちょっとね付けすぎちゃってみたいなところもあるけど、まあ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 、あとはねこんな感じで、ヘッド部にちょっとコーティングをして完成です。はい、というわけで完成しました。結構ね材料があったんで一気に作ってみちゃったんですけど、こんな感じね、頭のところはねこういう感じでポキシでコーティングして、あとは、各ねこの継ぎ目のところをハンダ付けしてっていう感じでね、こういう感じで作ってみたんですけども、まあ長さはね結構適当にその場のノリで作ってみたんですけども、まあいろいろなね余ったワイヤーの長さとかによってもちょっとまちまちになるんですが、どうですかね、使えそうですかね。まあ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 こんな感じでねスタンバイしてみたんで、あとはねこれが効くのがだいたいスポーニングより前のねタイミングまでっていう印象があるので、まあ2月3月でね、釣りに行ける機会があったら、実際にねぶっ壊れないかどうか、まあそんなところも、チェックしつつ、動画にまとめていこうかなと思います。はい、というわけでね、ちょっと長くなりましたけども、本日の釣りコー TV はねこんな感じで、自作のアラバマリグを、作ってみたよっていうね、こんな感じの動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。